はいどうも、慎太郎です。ということで、本日はですね、まあタイトルとサムネにもあってちょっとびっくりすると思うんですけど、オーディションも落ちましてですね、まあなかなか、たくさん批判されて、やっぱり誹謗中傷もいっぱい受けて、男前じゃないんかな、ということで、ね、整形を受けに行きます。ね、これよく疑われるんですけど、まあ僕はですね、よく言われるんですよ。まあこんだけ男前だから整形してるんじゃないかと。まあほんまに言われるんですよ。この整った顔やから、ね。あのこれ脳整形なんですよ、これ。実はほんまに整形してなくて。もう涙袋とか、これね、ぶっくらしてて可愛いでしょ？やってるの？とか、二重とかやったの？とか言われるんですけど、俺ほんまに整形したことなくて。もう顔面高級。もう整形なしでこの顔面素晴らしいということで、まあ僕も27歳、半ばになりましてですね、気になる点がありまして、ちょっとそこを整形しようかなと思って今回この動画を撮ってます。今からちょっとあの撮影許可もいただいたあのクリニックさんがあるので、そちらの方に向かいたいと思います。果たしてどんな顔になるのか、僕もちょっと楽しみにしています。ちょっといきなりでね、びっくりしてると思いますが、皆さんもぜひドキドキしながらこの動画を見ましょう。いきますよ、レッツマッスル。はいはいはい、整形整形。丸出し。緊張初めてするよ。この時初めてやから。正直ちょっと怖いな。めちゃくちゃ黒い。色。今日大手術でしたっけ？今日大手術。正直マジで緊張したね。ドキドキしたの今。なんかマジでゲロですよ今。メンタル緊張するな。音楽のゲロで緊張してるかもしれない。はい。じゃあ今日はちょっとあの初めて僕整形初めてなんですよ人生。どうですか僕の顔見て。めっちゃかっこいいです。おー、初めてですですよね、やっぱりですよね。初めてです。そうですよ、あの受けたことがなくて、ちょっと今緊張してて大丈夫なのか、まあもちろん大丈夫ね、ルール先生、もね、大丈夫と思ってるんですけど、ね、気になるのはおでこのシワですか。そうです、おでこのシワがちょっとこう力入って夜にするんで、なんかそれは前からこう動画とか撮ってても気になったりしてたので、はい、ちょっとこれを直していただきたいなと思いまして。わかりました。表情筋のその動きによるシワはやはり普段そういう癖があると折り紙のところで同じなんか線のところ作っちゃう感じはなるので、はい、徐々に深くなっていくんですね、でボトックスという治療にはなります。聞いたことありますか？あります。どういったものなんですか？ボトックスはボツリヌスという菌があって分泌した毒素なんですけど、はい、で作用としては中に打ったら筋肉の動きを止めてくれるんですね。で筋肉止めたらもう動かせようとしても動かせないので、はいはいはい、そこでシワが寄らないようには、はい、なるんです。なるほど。健康には別にあんま問題ないですか？はい、一定量の以下であれば全然健康には問題ないので。あ、そうなんですね。はい、全然大丈夫です。あとちなみに先生、そのヒアルロン酸とボトックスの違いって何ですか？ヒアルロン酸は、まあ、体ももともとあるもので、どっちかって言ったら、まあ、ボリュームを出したりとか、はい、そういう形を作ったりとかという注射にはなるんですね。ボトックスは、まあ、基本そういうシワを止めたりとか、あとはエラとか肩とかボトックスもあると思うんですけど、聞きますね、なんか、はい、エラボトックスそういうのは、まあ、筋肉は動かせないと徐々に萎縮していくので、小顔効果出たりとか、肩がすっきりに見えたりとか、そういう効果が入ってますので、そういうのもボトックスです。なるほど。じゃあこれボトックス僕打つとするじゃないですか、じゃあこれシワがなくなるんですか？そうですね、効き始めるのは大体は個人差があるんですけど、打ってちょっとこの3日から1週間の間に効いてくるんですよ。効くとなんかそういう動かせようとしても動かせは全然動かない感じにはなるので、効果は 3,4 ヶ月しか持たないんです。あ、そうなんですか。はい、一回打ったらおしまいじゃないんですか？じゃないんですよ。あ、なるほど。でも、まあ、何回か打ったらこういう癖が抜けちゃう可能性があるんですよ。徐々にそう筋肉は動けないので、自分も動かそうと しなくなってくるので。なるほどなるほど。そういうのも多分今後もそんなに、まあ、打たなくても今みたいな感じは寄らなくなる可能性もある。なるほどなるほど。じゃ定期的に通うのが大事ってことですね。わかりました、ありがとうございます、はい、あと先生ちょっと話し取りしたいんですけど、なんかここ直した方がいいよってあります？このおすすめというか、僕も可能で。全然すごい、めっちゃかっこいいです。そんなお世辞みたいなやめてください先生。あのけど僕実際クマがちょっとやっぱ人よりありまして、はい、いろんな美容外科の、うん、そのお知り合いに聞いてみたら、はい、これはその色素沈着、その皮膚についてるから、そのクマ取りっていうのではあんまり変わらないよってやっぱりいいです。ちょっと
はここなんかこれとしてるところ。あ、すいません。気持ち悪い。そこはあの眼下脂肪という、まあ、飛び出しているところなので、はい、確かに色味が強いんですよ。ちょっとの目袋みたいなところはあるんですね。そこは触ると脂肪がさっき触ってる、はい、ありましたので、そこを取ったら変わると思います。ちょっとマシになるってこと。そう、ちょっとマシにはなります。ちなみに僕涙袋がね、うん、結構立派にあるんですよ、うん、これなくなったりしないんですか、取ると。あ、逆に目立ったりとかすると思います。あとはこの色素沈着を直すにはどうしたらいいんですか、ね、はい、そうですね、色素沈着は結構普段はそ目をこする、そうです、こする癖が子供の時からあって、あの刺激すると肌はあの自分を守ろうとしてメラニンという色素を分泌しちゃうんですよ、はいはいはい、なのでずっとこすると多分ずっと色素が出てて、はいはい、なっちゃうので、一番大事なのはもうこすらないと。めちゃくちゃ処方的なんですね。で、治療としては、はい、塗り薬とか、例えばハイドロキノンという美白の成分一番強いもので、はい、塗って、徐々に薄くはなっていくと思います。あるんですね、そういう成分も、はい、あとレーザー系とかも。じゃあまたその辺にまた相談させていただきますか、はい、後日、はい、いいですか、ありがとうございます、はい、今日はこのままね、はい、おでこですね、はい、おでこは、まあ、たまに落ちすぎるというか、目が重たくなったりとか、はい、そういうリスクがあるんですね。一回ちょっとシミュレーションじゃないですけど、はい、ちょっとやってみますね。目を閉じててください。目開けててください。重たいですか。まあちょっと重たいです、はい、下に打ちすぎると目の開くたびにちょっと重たく感じちゃうので、例えば初めてでしたら、まあ、とりあえず 上の部分打って、はい、ここら辺で打って全然大丈夫でしたら、次回から少しずつ下の方ずらしたりとかした方が安全だと思います。わかりました。そこも先生にお任せしますよ。一番下の一本線のシワはもしかしたらまだ弱る可能性が。逆に変じゃないですか先生、大丈夫ですか。何変じゃないかね、その一本線だけだったら。あ、でもここら辺で止めてたらそんなに。本当ですか先生。大丈夫だと思います。遊んでないですか僕。大丈夫ですか。大丈夫ですか先生。全部言ってくれてもいいんですよ僕は。重たくなったらどう。え、けど馴染みますよね、3、4、5。はい、全然馴染みます。じゃあ全然もう、じゃあ言っちゃってください。はい、重たくなったら。そんな変なんですかそれ。重たくなる方は結構重たいんですよ。あ、そうなんですか。が狭くなったりとか。え、ちょっとそれはダメですよ僕。立派な二人してるでしょ。まあ一回のベースがあったらその上で調整はできやすいんですよ、はいはい、打つところとか量とか調整できるので、はい、初めてなのでじゃあね、この一本じゃ、ね、そうですね、ギリギリまでは、まあ、さっきのところはギリギリ攻めてるところなんですね、はい、そこでもし大丈夫でしたら全然攻めても全然いいと思うんですけど、攻めすぎないようにやっていきますね、はい、そ先生の経験とあれで。他に何か、他にですか、はい、どうですか僕の顔は何点になります、美容みたいな。顎ひらでも、まあ、男性でしたらね、そんなに多分こういうなんかちょっぴっと出すのどうですか。でも全然やる必要ないんですけど、強いて言えばシャクレみたいになりますね。ショッピンとこんな感じ、もっとちょっとシャープな感じには見えると思います。ありがとうございます。ちょっとアゴやめておきます、はい、まあ、シワの目的でしたら、あと眉間、ここなんか縦じわのところ、そうですか、そうそうですね、こういう表情するときには縦じわとか寄っちゃうので、はい、そこ止めてあげたりとかもします。はい、僕も分からなすぎて、僕ちょっと先生ほんまにお任せします。もうここら辺のシワは多分ここの筋肉なんですよ。はいはいはい、じゃあもう全然、はい、眉間も一緒に塗っていきます、はい、はい、痛み全然大丈夫ですよね、そんなに痛くないので、まあ、まあなんとか、はい、大丈夫です。注射の感じみたいな、はい、術後の気をつけなあかん点とかってそうですか。気をつけなあかん術後は熱にも弱いんですよ、はい、でも普通のシャワーとかお風呂とか全然問題ないので。お酒とかも問題ないんですか。お酒は、はい、まあ、刺したところは一応内出血するリスクがあるので、万が一内出血出たらお酒飲んでしまったらまだ内出血広がったりとかする可能性があるので、はいはい、当日翌日くらい。わかりました。はい、それで、はい、お願いします、はい、少々お待ちください、はい、いや怖いね。まあ、いい先生、いい先生やった。すみません先生、うん、綺麗な顔、そう、綺麗な顔で、だからちょっと信頼できますね、うん、ちょっと怖いですけど。そんなおでこしわあんねんな、あったやな。それ俺あんねんねん。ちょっと言われるのはなんかもう気になるほんまに、うん、俺写真とか動画でこうやってさ切ってんねん、こうエグいとこだからいつも面倒くさいなと思ってて。
そこをちょっと直したくて。じゃあもうシワも消して。消して。顎も尖らして。あんまやね。だから一本残るらしいけど。わかります。いやそんなことないと思うよ。おお怖っ。ちょっとボトックスの処置で、はい、箇所は額と、眉間で間違いないですかね。はい、最初にお客様をまず借りてないだけお写真残しても大丈夫ですか。わかります。はい、ちょっとシワのお写真だったりしますね。顔をちょっと、はい、額全体に正面と眉間のシワ。ありがとうございます。このままで大丈夫なので、はい、ちょっと意思が来るのでお待ちください。ありがとうございます。おでこのシワ写真の時、カッコつけてなかった今。つけてない。身の寄せ方、カッコつけてなかった。カッコつけてないやん。思ったよりガチやな。うん、お前、俺も横になるとは思わなかったな。はい、お願いします。お願いします。じゃあ、簡単にちょっとマーキングしますね。はい。結構怖いですね、先生、やっぱり怖いです、やっぱり、ね、なんか、ほんまに怖いです、正直ちょっと冷やしてもらって、はい、持ってたりですか。はい小舞台みたいにならないですよね、先生小舞台はならないです。ならないですね。小舞台、多分見たのはヒアルさんとか、そっちですかね。あ、かもしれないですね。ボトクス、絶対ならないので大丈夫ですよ、はい。あのまま、キンキン、あのまま止めたくなってきてます。じゃあ、打っていきますよ。はい、これ、もらいますね。あ、普通怖いな。あ、ちょ、注射かもだ。感じで怖い、これ。怖いです。はい、いきますよ。おい、はい。痛い？ちょっと痛い、ショーみたいけど、まあ、おー、あ、まだある。あ、すごい。全体的にちょっとシワが寄る感じなので、こまめに打っていきます。いやー、痛い。やばい、こんな人生で一回も注射を打つことない。痛い。おでこ終わりです。あ、まだあるんですか。めっちゃ緊張する。大丈夫です。いきますよ。はい。はい、あ、怖い。ちょっと外側は一箇所ずつ消しますよ。はい、終わりました。めっちゃ痛かった。いや、先生、それもちろんね、うん、痛いですよ。痛いですよ。もちろん耐えれる痛さですよ。おでこに注射ってね、あんま経験ないから。ここが痛いんですか。あ、そうですね、先生。今怖いですわ、僕、おでこボコボコですか？ボコボコ、ちょっと、もう終わった。はぁ、あ、先生。でも、このボコボコは多分30分以内で消えますので。どうですか、ポケモンみたいになって。ポケモンです。1週間近くで効いてくると思います。わかりました。ギリギリここら辺攻めてるので、はい、全体的で効くと思います。わかりました、はい。まあ、けど先生、これおしゃれですね。おしゃれです、おしゃれですね。これで、はい、終わりまして、はい、めっちゃ痛いかって言われるとね、そうでもないです。うん、注射の痛さ、細い針の注射の痛さぐらいですよ。そうですね。ボトックスの中で多分一番痛いのは小鼻なんですよ。ここら辺打つボトックスはすごく痛い。正気麻酔とかね、そうですね、支払ってる気がしますけど。なるほど、ありがとうございます、先生。はい、お疲れ様でした。お疲れ様です。こんなすぐ終わるんですね。まあ、一瞬で。一瞬でしたね。今日もちょっとポコポコでも30分で消えますので。30分で消えるんですね、わかりました。はい、ありがとうございます、先生。お疲れ様でした。ありがとうございます。あー、ボコってるね、確かに。うん、ちょっとまあ真ん中はよく見えるな、ボコボコが。うん、見える見える。まあ正味別に開けやすさは変わってない。そうなんて感覚は変わってない。え、こうやって怖い、そんなの。どういう人の変なとこ行ってもだな。行ってもこの駅が。ボコボコしてますよ、目立つな。
怖かった。痛みで言ったらちょっと脱毛ぐらいかな、髭脱毛とかぐらいの痛さだと俺は感じる。なるほどね。正気麻酔とかあるみたいだから、ぜひ皆さん気になる方は。確かに怖い人はね。そうそう、正気麻酔では多分正気麻酔した後のぐらいの、え、なんていうの、正気麻酔ほんま、手術自体はな10分もかかってない、もっと5分ぐらいじゃん、5分ぐらいで終わったな。先生一瞬どこ行ってもだし、それコンビニ行くぐらいの感覚で手術でした。あの、また帰って経過報告したいと思います。ありがとうございます。 X クリームさんでした。さあ、ということであれから3日が経ちました。はい、どうですか、おでこ変化ありますか。やらテカってますね、そんなことより。ああ、大丈夫か。ちょっと日焼けもしてるんでね、ちょっと意味わからんことになってるんですけど、あれからね、3日間ぐらいどういう風に過ごしたかっていうと、痛みは正直全然なくて、あの注射の時以外は全然痛くなくて、もちろんその日はあんまり触らんように過ごして、シャワーも軽くだけ浴びて、顔を洗うんとかももうこっから下とかにして、意外と安静にしてました。で、運動ももちろん控えて、一応なんかあったら嫌やし、やっぱ怖いやん、この顔面がね、この顔面がやっぱ嫌やん、なんかなるとね、100点の顔面が。どうですか、変化ある、どう、ほら近くに見てどうかな、変わってる、あんま変わってるんか分からんけど、これやっぱふと気づいてん、その初日は正直やっぱおでここう寄んねん、寄るっていうか動くねん、普通にあれみたいな、全然効果ないやんみたいな、これ注射の意味なかったんかなと思うねんけど、今これ4日目立つんかな、あのほんまにね、力が入らへんねん、ほんまにここに、ここに筋肉がなくなってるっていう状態だ。今までは結構ほんまここに使ってたやなって感じ、なんかここにずっと力溜まってたし、力溜まってた、なんかするたびにこうグッとこう目を開けるときにこう使う癖があったから、まあ今もちょっとこれあるっちゃあんねんけど、これも今めっちゃ力入れてんねん、こう頑張ってやってこれぐらい、なんか少ないやろ、前より、初期よりもう2本線ぐらい、まあ、そういえば多分先生があんまりやりすぎると眠たくなるっていうか、このまぶたが重たくなるから多分ちょっと控えめにやってくれないかな、最初やしって言ってくれて、あのね、忘れてる、ここに力入れ方忘れた、なんて言って、ほんま力入らんって状態、むずいねんな、なんて言ってんやろな、ほんまにこう、はぁ、あ、みたいな、はい、全然効果違う、めっちゃいい。だからあれからインスタの写真とかも撮りに行ったりして、 TikTok もね上げたり撮りに行ったんですけど、よかったら見てください、インスタのアカウントと TikTok 貼ってくださいね、フォローしてよみんな。あのね、なんていうの、いつもやったらうわデコにシワ寄ってるなみたいな、まあほんま個人的に気になってることはね、これ こうやって食べてるなってなんだけど、それがもう自然となってるからめっちゃいい、おすすめ。これ正直俺こんなにいいと思わなかった、初めての美容外科、美容整形ね、まあ確かに世の中ではなんかそれを整形と言わへんからね、叩く人もいるらしいんですけど、いやもう俺からしたら整形よ、こんな男前にさらに怖いことしねえから、ということでこれほんまねめっちゃ効果あるって実感してる。で眉間もこうね、ほらもう寄せ方わかんない、どうやって近いるみたいな感じで、もうだからね、何か鼻膨らんでまうもんな、これここの筋肉の付け方が分からんくなってる、マジですごいわ。こんなんでシワなくなるんやと思って、けど多分ね3ヶ月か4ヶ月ぐらいしたらまたね先生来てくださいって言ってて、でこっから多分これを定期的に繰り返すことになって、ここの筋肉の付け方とかの癖をなくすって言ってたから、そうするともうシワもやらなくなるって言ってたから、これいいなと思って、このデコにこうね、シワ跡が残らなくなる。で、シワ跡前まであったんやけど、これなくなってるでしょ、それも。めっちゃいい、最高。で、この整形っていうか、まあ整形っていうかな、わからんけど、これってよくあるやん、そのいろんな美容整形、高いイメージがあるやんか。もうじゃなくて、これは安いんですよ、値段がね。相場っていうか、その骨切ったりとか、目二重とか。鼻高くするとかよりはもう全然安くでできるから、よかったらまあ手伝っていただいた X クリニックさん、よし、もし興味ある方はね、ぜひぜひ、あのルール先生ほんま優しい方でめっちゃいい人やったから、もうぜひぜひ受けてほしい。あとはね、気になってるとこで、ね、目のクマがやっぱちょっとこう気になるんですけどね、これがね、まあまあどうなるな、これ取れるって言われたけどちょっと怖いな正直、ここはどういうことってなるし、ちょっともうこのね、この綺麗な完璧、ただなんかそういうクリームもあるらしいから、まあそういうのもね今後受けていってどんどんなくせていったらなと思ってるんで、はい、これからはぜひぜひ、まあもう大きい整形するって言います。はい、ありがとうございました。ということで皆さん、チャンネル登録高評価してください。じゃあね、バイバーイ。